おんばんは、こもさんです。ええ、たまさんです。よろしくお願いします。ええ、元気に帰ってまいりました。いや、もう、てました。なんかもう、あの。は前回のあの動画見ていただいたら、黒田にも、あの、み、黒田の方の見てもらったら、わからんと思います。ね、あの、阿部町、山口へんの。ええ。も、こもさん、すぐに行くと。もうね。暇か、本当に。いやいや、まあ。おばはやることもあったんやけど、やっぱりね、こらも、やっぱり。 まあ、まさに旬「あ旬間っていう旬の館っていうねう道の駅があるっていうのでう、えー、この瞬間やな思ってだからコモさんはやっぱりそのやっぱり、えー、ジャーナリストとしてのいいとこがどっか。 気が騒い,だいやー、まあ、ジャーナリスト、いや、それで今から見ていただくんですけど、VTR 撮ってきました、ね。v r 撮ってましたんでね、えー、いや、も、ま、う、あ、そう、ジャーナリストリズムとは、まあ、全然違う、まあ、感じではあるんですけど、えー、でもやっぱり、まあ、いかへんかと分かれ、これそうですよウクライナもそうでしたし、ね、周到、ね、もそうだったし、やっぱり違いましたんでね、うんええー、もう皆さんにも、すでに、あの、YouTube でご覧になってる方もあるかと思いますけれども、おタモさんへの報告といたしまして、えー、し 阿ブの瞬間というですね、日本で最初に作られた道の駅、今も全国各地にありますけど、の道の駅というものができる前に、ちょっと試験的にやってみようか言ってね、今なんて道の駅だけをゴー,ル、うん、ゴールにしていく人いますからね、ええ、そうですよ、ね、だからそれがもともとじゃあ、阿武町っていうとは、はい人口は。人ぐらいあ 少な,いね、少ない。ね少ないんですよね。1000人か。だいぶほのぼのしてたんかね。めっちゃゆったりとした時間やったんで。申し訳ないです,いす僕、こんだけテレビの番組やっててね。うんうん、えっと。 ほぼほぼ山口行ったことないんですよ。だから萩もなくてないんですよ。なんか縁はあの酒で通ってるんじゃないもちろんないけどなんか縁なくてねだからあんまり行ったことないんで九州へね行こうと思ったら必ず山口県は通って行って通るってんですけどもどうしてもんかロケとかだったら博多とか鹿児島とか熊本とかなっちゃってたんでねちょっと興味ありますではそのアブの瞬間ご覧くださいませ。 やっぱきれいじゃないですか立派にね、また建て替えられてるみたいで,でこれは何、あのここがあの日本で初めての水の駅ですというの、ん、は、歌ってはるんですか一応、前には書いてはいるんですけど、ね、もうちょっとなんかね、うん、やっぱりやったほうがいいかもしれない、うん。いいね、鮮魚売り場、大好きです。 水産品のコーナーですサザエえっこんだけ入って1300円えっ参考で250円安い鮮魚もえっこんだけ入って 2, 200円えっ350円 え一本400円 <laughs> 220円若菜若菜出世魚これ一本で950円 のどぐろ1000円ですからね、これああだって一匹取ったら、あの普通とかやったら3、4000円いきますからね、のどぐろはそんなにしますか、それが6匹ぐらい入って1000円やかびっくりの値段でいや、それやったらもっとね、えー、そういうところ押すべきやねんけどね。うん、まあお話を聞くと、うん、もう 目の前の海に定置網があるんで、だからもう本当、すっと行ったら取れるんで、燃料代もかからへんし、結局、えっとどうやってったの僕はね、夜行バスで萩まで行って、そこでレンタカー借りて20分ぐらい、だから萩から地下に、ちょっと萩まで来る街はなかなかしんどいええ。から、新幹線でい 新、あのー、山口まで2時間ちょっとで行って、ね、そこからバスで1時間ほどで萩へ行ってっていうぐらいなんでなんまあそんなに時間距離は遠くはないけれども、うんうん、でもまあまず,まずいかへんというところだったんですよであのアブの瞬間でいろいろと買ってまいりましたまずお魚いやこれすとろ泥んに入れて何何ちょっと、はいろいろあったんですけどね えこちらご覧くださいあらあらあらこれイカやね何イカっていうのろうね書いてない鮮魚って書いてるだけでえー、えーとね淡路でもこう,こ,のこういうイカ取れるんですよはいえーとあのこれねあれですよあこちらヒーカっていいうやつだねはい、<分>これがねなんと何倍8杯入ってて、うん 324円。お安いね。この大根とかと炊いたら美味しいしね。おお。ええ、最高ですよ。はい。このまま炊いたらええから、これは。おお、いい。で、これは、チャリンコっていう古代やね。古代なんですか古代、古代。これは古代やから、これ、こういうのは、あの、うん、ええと、こういうのはね、あの、あ淡路持って帰って一夜干ししたいね。ええ、これが、なんと、この5匹で、270円お安いね。 いやこ,んえこんなもんなんですか、浜ではうんあのー。僕はいつも言うてますけど、漁師の,、えー、漁師の友達いるんで、ん漁師はあの、うち、あのそこの,あの漁港は、で、えーえー、できないんですよ、はい、だからこういうのが入っても、ざる、うんまあ、いっぱいなんぼうになっちゃうんで、えー、入れようが入れまいがっていうところなんで、うん、もしかしたら、その。 今回こういうのは、こういうやつどけて、やつ売ってくれてるんかなっていう感じですね第三セクターになってて、町のやってるところを、そういうやってはるといすそうですだから、あのーね、やっぱり大阪での鮮魚は高すぎますね、五粟、うん、島をって思いますけど、ものすごい高いです、これがまたあれですからね、百貨店とか行ったら、もうえげつない値段になりますから。うんうんうん ああだからまああの運,運送費が高からんで大きいんですよ。まあそういうことですよ。まあ結局だからこれふんふんね二百円三百円のものを買ってでまあ向こうから帰ってきたこうとを思ったら。 僕の運賃だけで1万なんで勝ってるってことね。だからそういうことでしょうね。いやいや美味しそうなのであの良かった。これまたぜひとも阿武町の方に。私言っておりませんので何とも言えませんけども。見ていただけたら。そうですね。で、あの4630円セット作ろうと思って。あいいや。買い物カゴに。市長と会えんかった。どんどん入れて。いやでね結局ねあのヤクバ行ったんですよ。役場へ行ってまあそんなねその迷惑系ユーチューバーみたいなことは僕も養成編からで。 で,、うん、で名刺持って行ってで、えー、ふるさとのそのまづくりのーの方がいらっしゃってでその課長さんにご挨拶して「うん、でこうこうこういうことでやってるんですと」とそしたらね、うん、もう今もうあの。 街のホームページのサーバーが攻撃されたりとか、ダウンしたりとかね。ねまあ、いろんな人言うが、特にまたウクライナの問題とかで、ちょっと、うんまあ、これは分かった、まあ、ウクライナの問題もやってるんやけど。うん 人間ってこう悲しいもんでその、まあ、本当はダメやけど対岸の火事みたいなね初、えー、めは食いつくけど、うん、結構もう時間経ってるじゃないですかいろんな問題はもちろんあんねんけども、えー、そこに差し込むニュース、うんうんうん ものすごい格好のもんやってこれ。だからどこの曲もこぞってやったんよ。だからまあ初めはやっぱりちょっとね、なんか同情的やったけど、だんだんまた変わってきて、僕が初めに言うたみたいな感じになっちゃってきてるでしょ。そうですね。でもまああのまあいわ別にその田舎をバカにするわけじゃないけど、田舎の三千人の町のもう小さい役場ですわ。みんなおとなしい静かに仕事をしてありましたよ。でもうその 周りはやっぱりメディアがまだいまだにおって、まあね、で村の中というか街の中をそのインタビューしに回るんやけど町民のそやけどね、うん、3000人の街でね 農業と漁業やってるからね、誰もいませんっていやいや、おれへんし、下手なこと言うてね、やっぱりその3000人の集落の中で、なんかちょっとボロと口滑らしたりとかしたら、言ったらやっぱりね、そういうところって、田舎やからすぐね、回って、だーな、こうだってあるやろうし。で、そんなんやけど、やっぱりね、キャッチーな見出しつけなあかんから、犯人の容疑者の二面性とかって書くわけですよ。そっ誰だてね そうよ誰だって2面も3面もあるじゃないですかだから、あのー、なんかよくね、まああの、うん、話はまだちょっと変わりますけど、殺人犯がおった時に聞いていって、うん、いやー、あのー、 切れやすかったとら、うん、それは学校でね、えー、1>, 1回や2回ぐらい切れて当たり前やし、そのこの見た目だけとか、その中身っていうのは、なかなかいん分かるもんじゃないんじゃないの、えー、と思ったりはしますけども、ね、だから今はあの、まあ、僕が言うと大手の,がのか間違い、まあまあ、あの、うん、判断していただいたいんですけども、どうでした、あのそのふるさと納税の件については。あであの、やっぱりね、今、今ちょっと、あの 今はっていう、勝手に応援しますよって言って、黒田さんもその話言うててっていう話をしたら、もう勝手にやっていただくのはもう大歓迎ですと、だけど、今、今このタイミングで、調が正式になんかっていうことになると、ましたそれはそうや、向こうもね、大変やから、こもさん、これ、あ回線分かるけど、やっぱ回線っていかなあかんから、ちょっと厳しいやんか、ほんなら、自分が食べてみて、例えば、郵送できるもん、とりあえずは。 なんか一軒絞っていただいてこれやったらまああの勝ってもいいよってまあ部長の町民の方々ね昨日どこから例えば一人三百円でも四百円でもまあこうたげるっていうことにあればねいいじゃないですかはいでそれで言うとやっぱりね果物ですいいね果物まだ出てなかったんですけれどもスイカの季節にまずなりますあいいねで秋になると梨が取れますそしてね冬場に実はキウイなんですキウイだねえ でそのキウイを使ったジュースを買ってきました、こちら、これがね、1本400円、ええね、そんねー100%かいな、70%、逆に70%にしてるんですよ、飲みました飲みました、おいしい、おいしい、ちょっとじゃあ、どうぞ、冷やしてあげて、あとで、たぶんインスタント通るから、ええんかな、もうドロドロな感じ、キウイのジュース、なかなか珍しいな、えょっじゃあ、みんに取っておきましょうか、はいきますはいこちらです。うん こういうい種もちゃんと入ってキュウイっては、ね、<ス>またすっごいビタミン C がすごいよね<ー>なんか果物の中でもうトップに入るぐらいのフレベルでしょそうでしたかいちごとかのよりもキュウイが一番やってるから、えーはい、今特にねあの、うん、ちょっと季節の変わり目でなんか体調悪する人とかおったらあ柑橘性のえいにい,いするなんか柑橘性の味する匂いいやいやそれはまあねうん、うん、なんですけどどうぞ 効きそうねこれ効くね <laughs> でしょでしょうんあのね、うん、もちろんキウイの味もするんだけど、うん、後味がちょっとトマトジュースっぽいああ<ー>ド,ドロドロみがはいはいはいおい、うん、しいなんかねいくつか種類があって僕はまあ手に取ったのがこれだったんであのもうちょっと色の違うやつもあったりしたんですけどキあとまあもう一つなんかこちらはあのキウイの ヨーグルトジュレっていうやつとか、うん、藤井さんっていうねあの人が作ってはるそう、えーええ、そうなんですよ後ろにねこれね阿部町って書いてあるの、うん、ちゃんと山口、うん、これが今バズ,ババズる <laughs> これがバズる <laughs> はいみんなで買いましょう意外にね意外にな,なかったんですよ、うん、で4630円になるようにと思って適当に入れてこんなのも売っててねええ あの山口の行ったらこれ、まあ吉田松陰じゃったら萩になっちゃういやそうなんですよ、これ結構人気なんやけど、やっぱりね、まあ、自由って人口3000人のろやからや、ここやで、小室さん、ここね山いやここ、山口県の阿武の阿部町って書いてある、ここなんですよ。 あとまあそれで言うとまあさっきのその藤井さんのところの今日はなんかもうあのテレビ食品みたいになりますけども、えー、ドライフルーツもあればあとねあとお肉、うん、あこれねカレーは,絵はえ絵、ー、えカレーはいいですはいあのムカク和牛って言うて角のない和牛なんですってでこれ日本の流通している和牛の中の 0. っったかかななぐらいしかないしんですってこれも山口県阿武町で育った希少な牛だって、うん、そうそうそう食べたこれ食べまわ、あ、これ食べてないんですまだこれは食べたあかんな、うんええ、おいしそうやなええまあニューダルニーさんにも義理立てせなあかんなとつつ、まあ、確かにし、ね、<laughs> 大正時代イギリスのアバ,アバディン・アンガス種と購買して、うんえー、誕生以来いやて昭和19年には 和牛4品種のうちの貴重な品種と認知されあの認知されましたと、うん、山口県のみで飼育されていますとでこれがねあの、チルドと冷凍で両方売ってたんですけど、赤身のやつで、えー、向こうの人はねいや、こんなん高いって言わはるんですけど、100グラム。 円ぐらいいいいですよねねややだからね、もう百貨店でええやつの和牛のんうたら、それはもうグラム3000とか5000とかしますやんか、そう考えるとね、安いんですよ。これがいくらですって、これが600円ぐらいやったかな。結構ええねやけど、まあまあ、だからその和牛をちゃんと使ってるって、今ね、安いか、むちゃくちゃ安かったら、まあ大塚製薬のボンカレー店とか。らでですねねも そ同じららいの値段やったらいらんわっんててなす、うん、だからちょっと高めのカレーを家で楽しみたいが流行ってるから、ええ、もしかしたら行くかもしれないんで,そうですよ、ね、あのもしよかったら貼り付けといてください、はい、概要欄に付けます,、ね、ここって,すっていうのは、はい、でまあ,あの阿武町の名産を集めてここでもなんかねイベントとかもできたらいいなっていろいろ紹介はしてもらいました、えー、ただまあよく見ると、まあ、萩のものやったりもあったりねまあ夏みかんの、ええね、夏みかんの丸漬けって漬物なの いいやや多分あの砂糖漬けじゃあなんですかああへえ面白そうこれえあともう生鮮品なんかはもうこちらもそういうのもうですはい甘夏岩本靖子さんが作りましたこういうのが結局あれやね道の駅ならではのトマトはねトマトは平田さんのそういうの書いてるのがまた嬉しいしねなんか安心感があるから まあまあこのねあの YouTube も全国全世界といっても流れてるんでもしよかったら山口県に行ってほしいですねそうですねこのアブの瞬間というところの道の駅でも通販をやってはるみたいなんでそれを4630円にしたらいいじゃないですかって言ったらいや今まちょっと悪いけどなふるさと納税のこんなカレーとかはええと思うねんけどなカレー10個入りでだから6000円 ほんなら6000円やけども、それが非課税になるわけでしょ、こんなもっと町長、町長、今忙しかったら、もうそのふるさと納税課の方、絶対いらっしゃるから、やるべきやで、ここちゃんと書いてんのがええがな、部長って、だから、600なんぼっていうのがな、もう400円、ほんまに4 6円とかにしてほしいなっていそこをね、僕らはやってほしいなと思うんやけど。え 振込間違いでおなじみのとか一1本入れてもらったらな、いいね、それか、そこにね、ちょっとホームページで、ふるさと納税、振り込みだけは間違えないようにとかね、注意でね、ちょっとれ洒落たとこ欲しいわ。ね、そうですよ、でもまあ、そんだけやっぱり逆にバッシングをされてる状況が、これはでも致し方ないね。

ちょっともうねこうやってそういう時でも災害もあるしこういう時にも助け合うのが日本人やっていうのがねあればいいかなと私もちょっとこれなんか買わせてもらいますけどいろいろとまた皆さんにご紹介いたしますので概要欄などもどうぞあどうぞあとあのコモさんのコモさんが言ってる旅のやつも残ってんやろあ残ってます残ってますそれはぜひ見てくださいこれ見終わってからでもいいし見る前でもいいから見ていただいた方がより楽しいかもしれないそうですねもうね61になってね夜行バス乗っていく疲れたで そまあ、でも、最近のやつは三別しートないし、ね、男女もそんなになれへんにして<あ>で中にトイレもあるから我慢せんでもええし<ー>そういう意味では書いてな六時間？えっとね、いや、途中でね、結構時間調整するんで、えー、っと東梅田を9時45分に出てで萩についたのが9時40分。うわ時間かかって12時間ぐらい。はい、きついな <laughs> この、この大きな体で。 バス乗らんといてほしいと思われてるで、たぶ一緒の車の,あのバス乗ると、傘高いの乗ってきて,って、言うてなんか、ええー、2階建てのバス乗れよみたいな、いや、まあまあ、ご苦労さでございました。いえいえ、もし機会があれば、萩まで行きはる方は、結構ちょっとね、足伸ばしていただけたら、わずか20分ほどでございますんで、まあ、これを落として、落としてあげてください。はい、お願いします